こんにちは、ワールドリエタスです。今日はですね、じゃじゃん、私がいつも愛用しているマスク、これはダイソーで買ったものなんですけれども、今の時期ね、やっぱりインフルエンザ対策とか、もっと先に行くとね、花粉症対策とか、いろいろなことでね、これからマスクをねつけていく期間がね、もう何ヶ月も続いていくわけですよ。そこでマスクをしていても漏れるメイクっていうのを今日はやっていきたいと思います。イエーイ、よかったら見てください。どうぞ。ベースはスイーツスイーツエアーモイスチャーライジング CC の03番ピーチを使っていきます。下地兼ファンデーションみたいな感じで使っていきます。マスクをするときにね、リキッドファンデーションとかちょっとカバー力が強いものを塗ってしまうとね、マスクの裏側につくのが私は少し気になるので、こういうねちょっと薄付きな CC クリームを使っていきたいと思います。そしたらビューティーブレンダーでなじませていきます。少ないアイテムでできるメイクなのでね、本当に簡単にメイクがねできちゃうんですよね。マスクをしていたとしても、何かを飲むとかした時にやっぱりこうちょっとマスクをねこうずらすことがやっぱりあるので、もうファンデーションとかベースとかはやっぱり顔全体に塗った方がいいのかなと私は思っております。でこれだけだとね、もう私はかなりシミとかそばかすがたくさんある人なので、隠れてはないんですけど、マスクが隠してくれるのでね、それはいいとしましょう。コンシーラーはハウスオブローゼのアミュールシフォンホワイトニングコンシーラーベージュオークルを使っていきます。今ねここにねニキビができているので、ここのニキビと、あとここの下のクマを隠します。で、クマを隠さないと、なんかインフルエンザ予防でマスクをしているのに、具合悪いの大丈夫っていう風になってしまうんですよね。だからクマはマスクをする時でもしっかり隠していこうかなと思います。そしたらマックのフェイスパウダーを使っていきます。パフで顔全体にしっかりつけます。で、これはなんでつけるかっていうと、顔の上の部分はマスクでね、蒸気がこう上にこう、蒸気っていうかなんかこう息でしっとりしてくるわけですよ。なのでおでこの部分を崩れないようにするのと、こっから下はマスクにコンシーラーとかこの CC クリームがつかないようにフェイスパウダーで全部のせていきます。でさらにやっぱりこっから上に自分の息がこう上がってくるので、どうしてもね目がねパンダ目になりやすくなってしまうんですね。ちょっとこういう平べったい筆にフェイスパウダーをピョピョピョっと取って、目の下このパンダ目になる部分にフェイスパウダーを結構がっつりめにのせます。でこれでね目元乾燥しないのって思いがちなんですけれども、マスクをしてるとねやっぱり蒸気がこう上に行くので、やっぱこの辺は全然ね暖房が効いてる部屋にいても乾燥は私の場合はしないので、なので目の下にもしっかりフェイスパウダーをのせていきます。忘れてた、チーク、キャンメイクのクリームチークティント01番を使います。本当はこれフェイスパウダーの前だったんですけど、ちょっと忘れちゃったので、ちょっとなじませてからこの上にのせていきます。でマスクがここら辺まであるじゃないですか。なのでそっから見える位置にちょっといつもよりも上目にチークをつけます。やっぱり顔色がね、血色がないと具合悪いのってなっちゃうので、チークは見える位置に必ず入れます。でもほんのりで大丈夫です。ちょっとフェイスパウダーでちょっとセットします。眉毛はスイーツスイーツパウダリークリームアイブロウ01番のダークブラウンを使っていきます。眉毛はいつも通り描きます。そしたらビューラーでがっつりまつげを上げていきます。結構がっつり上げてもまつげはねどうしても落ちてしまうんですけど、マスクしてると気合を入れてがっつり上げていきます。ケイタのラッシュマキシマイザーを使います。上下のまつげにねたっぷりと塗っていきます。アイシャドウはスージーアイカラービュー04番を使います。まずはここの色をアイホール全体に塗っていきます。結構マスクの時にねがっつり色味を入れてしまうとなんか不自然になってしまうので、目元も結構自然な感じのメイクにします。なんかね目だけ見えるからって目だけ気合い入れてやると、マスクずらした時にあれなんかベースとのミスマッチ感がすごいってなっちゃうのでここのブラウンを指に取って
二重幅に塗っていきます。優しいブラウンなので印象が強くなりすぎないのでこれを使います。そしたら最後にここのピンクを目の下に入れていきます。でこうやって目の下にピンクを入れることによって目元にも血色感が出て具合悪そうなイメージを脱出できます。そしたらここの目頭にこのベージュのカラーをちょっとだけ塗ります。ちょっとツヤっとする程度に。はい、アイシャドウは以上です。アイライナーはダイソーのエスポルールカラーアイライナーライトブラウンを使っていきます。こんな感じで色味がすごくナチュラルなのでこれも目元に溶け込んで目だけ印象が強くならないようにこれで引いていきます。あとあの黒いアイライナーとかで引いてしまうと蒸気でねこう上に行った時にパンダ目になりやすくなってしまうのでこういう明るめのブラウンで夕方になっても目元が綺麗でいられます。マスカラはアバンセジョリエジョリエパーフェクトカールマスカラのブラウンを使います。このマスカラは私よく動画でね漏れないマスカラと呼んでるマスカラなんですけれども漏れなくて大丈夫です。マスクをすれば目しかないのでこのマスカラでも漏れるようになります。これもねブラウンのマスカラだとパンダ目になりにくいのと黒よりも自然なので目元だけ浮きにくくなります。はい、目元はこんな感じに仕上がりました。はい、これで完成でございます。あのリップをつけるとねマスクについてしまって映ってしまうのでリップはつけません。最後にこちらのマスクをして完成です。トゥッドゥルー。はい、こんな感じでチークも見える位置にあるのとあとは目元も結構ナチュラルなのでマスクした時に目だけの印象が強くならないようにこんな感じでメイクをいつもマスクの時はしています。遠くから見るとこんな感じです。ニコッニコッとしてのかない気になった方はぜひぜひやってみてください。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。